今回は、9月22日のエラッタ調整で、武力7から8という、大幅強化を受けた、コモンリュウさんを紹介するよ。スタンプや統一戦の後に、一度はアプデなし更新が発表されたものの、半年間待ち続けたプレイヤーからの反響も、アリ念願の挑戦。みんなの声を受け止めてくれた、セガに感謝。セガ愛しとるぜ。計略は、四季5武力プラス4速度 1.8 倍効果時間 17.5C 地力依存 1.2。総時間で 40% の毒があるけど、突撃1回で 50% 回復。数回の情報修正を経て、高い積み戦能力を持っとるよ。どうしてあげましょうか。この頭で描いた通り。あとは任せたぞ、息子たちよ。ごめんよ。お前まさか。計略解説しとる間に開幕第3次。効果時間の長い龍さんでのマップ開始を狙うよ。エラッタです。ネコス武力8地力4制圧1勇猛復活と史上最強のスペックを。手にしたコモンリュウさん、計略的に突撃しにくいアリ主体の相手が苦手やから。同じ復活持ちで、闇兵に強いコモンソンワとの相性がよく感じたよ。豪華な貴様の墓場だ。
覚悟はよいか。孫悟の武の前に朽ち果てよ。攻めよ。どうしてこんなことに。朽ち果てよ。いかに着地。この頭に免じてご決断願いたい。真待てよ。悪い冗談だろ。蹴散らせ。なんて勢いだ。どうしてあげましょうか。一度引く。任せたぞ、息子たちよ。ごめんよ。龍さんの突撃気持ちよすぎやろ。今回は楽しすぎて参戦取ってきたよ。明石も漏れたし、これメインデッキにしてもええかも。俺の歌を聴け。抵抗するなら民を皆殺しにしちゃいますよ。風の声が聞こえますか。この頭で描いた通り。心が果たしません。ごめんよ。さあ捕まえたぜ。騙される方が悪いの。お前まさか。ごめんよ。頭を丸めねば。悪いのはあいつだぜ。ごめんよ。クガガ。ごめんよ。知らぬ花を育むのが我らの務め。ごめんよ。いかにっちゃう。いい武器だぜ。
風に乗ったあなたの元へ。ごめんよ。頭は冷えた。ごめんよ。心まで渡しません。どうしてあげましょうか。綺麗事だけじゃ生き残れないぞ。綺麗事だけじゃ生き残れないぞ。市民を伝えないと。ここの竜さんは同時発動やけど、どの道撃ってたら連環来とった野郎し同じやね。綺麗事だけじゃ生き残れないぞ。
風に乗ってあなたの元へ。マフィアサーチかいますにて。プレイしとるのほんまにこの投稿者か。一生の不覚。ほら、もう焦らぬ。描いた通り。どけい。ごめんよ。どけい。どけい。どけい。ごめんよ。どけい。捕まえたぜ。ごめんよ。こんなのいかがでしょう。お前まさか。ごめんよ。どけ。ごめんよ。引きつけすぎたか。どけ。敵は完全。まだだ、まだ終われない。ごめんよ。頭を丸めねば。どけ。どけ。いい武器だぜ。イカれたメンバーを紹介するぜ。どれどれ。頭は冷えた。ごめんよ。ごめんよ。炎よ、敵を焼き尽くし、孫悟を守れ。どうしてこんなことに。
むふむふむ。引きつけすぎたか。頭は冷えた。どうしてあげましょうか。いい武器だぜ。主力にしてもよし、数値目的で入れてもよしやから、おすすめやな。